共用区間の幹線水路は複断面の水路としたことから、これからは水路の片側に水を切り替え通水しながら施設の保守点検が行えるようになった。平成12年9月に発生した東海豪雨においても、水路横の乗り面が崩壊し土砂が水路内に流入したが、急遽片側に通水を切り替え水を止めることなく復旧作業を行うことができた。愛知用水では地域の発展とともに歩むため、地域との共生、地域環境の保全、親しみある開かれた施設を三本柱とする環境に配慮した事業の実施を志してきた。愛知用水の周辺で形成されている自然環境を保全するために取り組んだ事例の一つとして志田見海水路がある。この水路周辺には貴重な動植物が生息する緑豊かな場所であった。このため水路の改築にあたっては二連水路の機能と耐久性を確保した上で景観や自然環境に配慮し工事を進め、今では豊かな水辺空間がよみがえっている。これまで大量の水を休むことなく送り届けてきた愛知用水も、場所によっては地域の活動を分断する施設でもある。このような場所では地域の自治体などと協力し、海水路の上を浸水公園などに整備し、水路周辺住民の憩いの場として利用されている。愛知池の湖面ではレガッタが盛んに行われ、周回道路は地域の人々の散策道として幅広く利用されている。またより愛知用水を理解してもらうため、機構の職員による小学校への出前授業なども行ってきた。この受益地域の発展は水源地域の方々の理解と協力のもとに成り立っている。このため水源である牧尾ダムを潤す水源観葉林の保護育成に協力している大滝村、御岳村の方々に対する感謝の集いとして、毎年牧尾ダムで下流受益地域の方々とともに感謝祭を行っている。中部経済圏の大動脈となるこの愛知用水を適切かつ的確に管理していかなければならない。そのため新たに愛知池に管理事務所を新設し、長大な水路施設を集中的に管理していくこととした。幹線水路全線に光ケーブルを敷設し、取水口、水位調節液、分水口などの状況や水路の水位、水量などさまざまな管理データの送受信を行い、的確な対応が可能となった。また風水害や地震災害などに対しても迅速な対応ができるよう危機管理体制の確立を図った。愛知用水はかつて夢の用水と呼ばれた。水に乏しい知多半島地域の人々が夢の用水の夢を見始めたのは遠く徳川時代に遡る。この夢の用水も地元の根強い用水実現運動などにより昭和36年ついに完成した。